はい、今日も実験をやっていきたいと思うんですけど、はい、今日、ですね、また水溜りボンドさんにちょっと協力していただいて、はい、よろしくお願いします。お願いします。で、ちょっと今日僕じゃなくてちょっと先輩のあのジャイアンさんに協力していただいて、どうもやりたいと思います。バーナー2本あるの怖すぎでしょ。何があるんですか今日今から。念のためにあの念のために念のためにちょっとゴーグルをしていただいて。そういうタイプのやつじゃないですけど、まあ、実験といえば定番ゴーグル。本当に何も聞いてないで始まるんで。本当にそうだよこっちのチャンネルに関しては本当にそう。これ何だと思います。この中身は、まあ、金属です。金属、はい、はい、鈴をちょっとまずねして実験をしていきたいと思います。じゃあいきますね。溶けました。はい、はいはいはい。これで金属がね。これでね金属が液体になってます。なるほど。すごいですよこれ。すごいですね。綺麗ですよね。あ、本当にどれぐらい熱いかってやってもらいましょうかね。紙をこの中つけてもらいましょうか。はい、行きます。え、はい、怖い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 危ないでしょ、一本間違えれば、ね、怖い怖い。熱いですね、どう考えても。割り箸入れたら、割り箸で混ぜてれば、それ持ち上げてみてください。焦げとる。うわ、焦げとるね。今、フラッシュペーパー燃えて、はい、割り箸が焦げました。はい、はい、じゃあこれに指突っ込みましょう。いやいや、おかしいおかしい一応あの、まあ、あの木とか紙とかだとそのままだとね、燃えちゃうんですけど、まあ、指も原理的にあの正しくやれば大丈夫っていう、はい、そういう実験を、はい、そういう実験をやりたいっていう。じゃあどういう原理なんですか。でも指、ちょっといったら一瞬でも無理だから、もう周りに、指の周りに水とかでもいいですし、これは着火剤。ガードってことですね。そうですね、ライデンフロスト現象。ガード、着火剤おかしい主成分だってメタノールって書いてある。そうですね、火がつくじゃん。まあ燃えるほどの温度にはなってないってことですね。あ、はいはい、このエタノールの発火温度には。あー、なるほど。じゃあ、やりますか。行きましょう。じゃあ行っていいですか。はい、行きます。一瞬ですよ。行きますよ。怖え。え、全然大丈夫だ。いや、そんなわけないでしょ。あのね、すごい血行入れまして、長い間入れて。あ、そうですか。すごいです血行入れましたね、時間がです。時間が、あ、ごめん、さすがです、うん、もう一回ちょっと言っていいですか。それ危ないですか。いや、大丈夫だよ、ちゃんとつけてやれば。それやりすぎです。あ、すいませんなんで。さすが、すごい蒸発しちゃって、指に硬化する。めちゃめちゃつけてみたい。いや、めちゃくちゃつけるでしょ。水にする。カンタの指は一番大切な、大切な。ささくれとかが大切。ささくれになって死ぬけど、大丈夫。見て大丈夫かな。いや、もういいってしっかり。いや、もういい、もういいって大丈夫。いきます、いきます。長いって。あ、なんかすでにして。いやいや、いきます。はい、バッてやんなよ。いきますよ。ほんの少し、ちょっと。怖いそれ。いや、もうそんなの。2ミリくらい、2ミリくらい。いきましたよね、結構いきましたよね、今。これは行き過ぎだって言ってくださいよ。いやいやいや、あれはね、もうちょっとチャレンジ。あれカッパ、そんなおかしいけど。いや、もう違うじゃん。もう完全入ってたんで、ね、今こねてんじゃん。よし、いきますよ。頑張ってください。そうなんだな。ちょっと待って、マジで怖い、マジで怖い。なんなん、ほんと。さっきよりじゃん。なかなかね、うん、こんな金属に触ることないから。いや、経験としてないですよね、あんまり、うん、っていうことで、これ金属と、はい、まあ、ライデンフロスト現象ですね。確かに。その実験でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お家でもやってください。いや、できないっす。
行きましたよこれ。逆にもう反射神経めっちゃいいなと思って俺あれであげれるんだったらもう限界ですこれは。もうこんなもんですか。はい、ちょっとじゃあ僕最後にやりますか。じゃあしっかりつけて。おお、もう2回は2回はやめて今すごい頭おかしいことやりました。普通にチェイスになりました。